和歌山大学教育学部附属中学校和歌山大学教育学部附属中学校は和歌山県和歌山市にある和歌山大学教育学部附属の中学校。和歌山大学教育学部附属小学校に隣接し周辺には和歌山県立近代美術館や県庁や和歌山城等がある。豊かな心やり抜く力和歌山大学教育学部の附属校として 教育実習生が6月と9月に本校へ実習に来る。2学期制をとっており、前期と後期の間に1週間程度の秋休みを挟む。夏服と冬服があり赤、青、緑の3色があり、各学年により振り分けられる。冬服を着る場合は下に夏服を着る。平成29年度より体操服のデザインが変更された。男子、夏服は、 解禁シャツに灰色のズボン、冬服はブレザーに赤のネクタイと灰色のズボン、女子、夏服は解禁シャツに全体的に灰色のスカート、冬服はブレザーに赤のリボンと全体的に灰色のスカート。男子、女子供に指定された紺色のベストセーターがあり、首元に赤いラインが入っている。一年生は若浦にオリエンテーションキャンプと、 w イング郊外学習。2年生は日帰りで、京都で、3年生は修学旅行として、沖縄での郊外学習と、日帰り京都がある。以前は2年生は、奈良で、3年生は、新州方面で行われていた。また以前行われていた和歌山大学への1日体験入学が、再開された。郵便番号640-8137和歌山県。 和歌山市吹上一丁目4番1号和歌山バス。ありがとうございます。